神様かわいすぎだろ。おこんばんは、乙女レニアです。2023年春リリース予定ダンマチ最新 3D アクションゲームダンクローについて話したいと思います。チャンネル登録3000人目指してないチャンネル登録お願いします。皆さんは覚えていますか？2019年に発売されたダンマチのゲームインフィニットコンバーテのことを PS4 のゲームでありながら PS2 並みのクオリティ、ダンジョン探索型アクションゲーム、しかも定価が7700円、あの悪夢ダークライのことを、その悪夢をかき消してくれるダンマチ最新ゲームがリリースされます。そのダンマチのゲームのタイトルがバトルクロニクル。こちらの PV が公開されました。概要欄に PV のリンク貼るのでぜひ見てほしいんだけど、クオリティが高すぎる。見てこの 3D 神様可愛すぎるでしょ。マジで PV 見てほしいんだけど、ヌルヌル動くっていうかめちゃくちゃ可愛いのよ。 3D モデルでここまで可愛いのなかなかないよ。この紐が良きかな。アクションの方も気合入ってて、ベルのファイアボルト、ベルフの魔剣、ミコトの普通の御霊、アイズはもちろん、ティオナ、ティオネなど様々なキャラクターを使えて動き回ることができるし、回避したり攻撃ができんのよ。マジでインフィニットコンバーテに求めてたことをやってくれるのはありがたい。しかも無料、スマホでもできちゃうアプリゲーム、クオリティ高え。サポートキャラなど4機で出番皆無のヘスティア様やヘルメスもサポートキャラとして参戦。もしかしたらフレイヤや都市最強のオッタル無双できそうだし、夢が広がる。期待しちゃう。ストーリーモードでは引き返るヒロインジャガーノートと4期までのベルの英雄物語を追体験できるの最高かよ。めちゃくちゃ気合入ってんじゃん。正直 3D アクションの方は上には上がいすぎるからめちゃくちゃすごいわけじゃないけど、ミコトの普通の御霊使えるの嬉しすぎんな。ダンマチはキャラが多いから、いろんなキャラのスキル、魔法が使えたらめちゃくちゃ面白くなるよね。そして何より 3D のキャラデザが神。こちら現在大好評の影の実力者になりたくて、影マスのゲーム会社が手掛けており、 3D 可愛いの納得だわ。アルファめちゃくちゃ可愛いもん。これで衣装とか豊富だったらアイズさんずっと鑑賞していたい。そしてオリジナルキャラストーリーあったらいいな。アイズとベルのイチャイチャが見てよ。あとシルさんのあざといホーム画面も見たいわ。マジでもう春よ、恋なのよ。春が楽しみすぎる。これでアルゴノート編とかあったらどうする。熱すぎだろ。ストーリーの書き下ろしイラストも可愛いし、断面ものオリジナルストーリーダンクロに輸出してほしい。最後まで動画を見てくれたあなた、チャンネル登録3000人目指してね。チャンネル登録、動画が伸びるように願うので、高評価そしてチャンネル登録お願いします。最後に一言言わせてもらうなら、ミノタウロス戦クソ難しくしてほしい。